八丁味噌の原材料は大豆と塩、この2つのみになるんですけれども、まず大豆をこうきれいに洗って水に浸しておきます。その後に奥にあります大きなこし器、今でいうせいろなんですけれども、せいろで大豆をこう蒸して作っていきます。蒸すことで色もちょっと赤っぽい褐色の色に変化をしていきます。そして蒸し上がった大豆をこう粗く潰しまして、大人の拳大ぐらいの大きさに握り固めていきます。この握り固めたものを味噌玉と言います。その味噌玉をこの職人のように担いで2階の室へ上げ、2階で発酵させていきます。こちらの天井ですね、すべて竹で編まれている天井となっておりまして、こう隙間が空いているんですけれども、昔は寒仕込みと言いまして、寒い季節に仕込みを行っておりました。寒いとなかなか発酵が進みませんので、こう1階で練炭などを焚いて温かい空気をこう2階へどんどん上げて発酵を促すために、このような天井の作りとなっております。そして2階で発酵が進みました味噌玉は豆麹へとこうどんどん変化をしていきます。次にですね、先ほど2階で発酵させました豆麹、その豆麹に塩と水を加えてこうよく練っていきます。そして練ったものをこの2人の職人のように力を合わせて担ぎ、奥の大きな桶へと運んでいきます。そして桶の中の職人は踏み込みという作業を行っております。踏み込みとは白い足袋を履いて味噌をこう踏みしめて空気を抜いていく作業になります。そして空気がこうギュッと抜けましたら、この右側のように石をこうバランスよく積みまして、2夏2冬天然醸造させていきます。そして約2年寝かした後に八丁味噌やっと出来上がりとなります。八丁味噌は石を積んだ状態で約2年寝かせております。今もですね、桶の中で踏んで空気を抜く作業ですとか、あとこう石を積む作業は職人が手作業で行っております。では